こんにちは。私は毎朝6時半に起きました。それから顔を洗いました。朝ごはんはいつもカレーとライスです。朝ごはんを食べながらテレビを見ました。それから家を掃除しました。それからシャワーを浴びました。それから町に行きました。道に家へ帰りました。それから昼ごはんを食べました。少し前から犬と遊びました。それからアニメーションを見ました。シャワーを浴びました。それから6時に仏堂がありました。家族のメンバーと楽しいおしゃべりをしました。それから晩ごはんを食べながらテレビを見ました。私は休みの日に家族と一緒に休日を楽しんでいます。そして友達と楽しく。ありがとうございました。こんにちは先生。私は毎朝8時に起きます。朝ごはんはいつもごはんです。それからテレビを見ます。フットボールマッチは10時から11半までです。夜、友達が遊び行きます。木曜日と土曜日休みです。木曜日の晩が作業するです。土曜日のビーチに行きます。私は毎朝8時に起きます。歯を磨いてシャワーを浴びます。朝ごはんはご飯と鶏肉と野菜です。5時から1時まで4時間ぐらい日本語を勉強します。昼ごはんもご飯と鶏肉と野菜です。それから4時まで新しい映画を見ます。時々母と弟とバドミントンをします。晩ごはんはラーメンです。8時に晩ごはんを食べます。夜10時に寝ます。週末に新しい食べ物を作ります。作った後で家族と食べます。とても楽しいです。どうもありがとうございました。